はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回も10分切れ負けやっていきたいと思います。相手の方、四段の方になりました。よろしくお願いいたします。ちょっと初手時間かかってますね。はい、まあ、例の戦法でちょっと行ってみたいと思います。四間飛車。一回ちょっと縦石流っぽくやっていきますかね。まあ、多分初見の相手はもう縦石流だと決め打ちしてくると思うので、まさかそういう感じだとはちょっと思わないはずなんですよね。まあ、これ飛車引いたあたりでちょっとあれって思うかもしれないんですけどね。はい。これでまあ次8六歩の垂らしがあるので、まあ桂は、歩はね、一回打っとかないと。まあ、桂跳ねもここあるかな、しかし。桂跳ねどうなんだろう。変態すぎるけど、ちょっと跳ねてみたいな、ちょっと。8六歩は8五歩で受かりますね。8七歩角引かされて、ダメか。6六かかるからダメだな。やめとこう。ちょっとやってみたいな、桂跳ね。どうなるんだろう。まあ、シンプルに6六角であんま良くないか。不存ですからね。いや、ちょっと一回、打っとけ。さすがにちょっとね。まあ、さすがにちょっと7七桂は、将棋をぶち壊しかねない一着になるので、ちょっとね、控えておきました。そうですね。まあ、慌てはなくても、どうしようかな。まあ、桂跳ねるか。この辺でちょっとなんか、歩むスペシャルとかいう、エフェクト出ると嬉しいんですけどね。いつか出るといいな。なんてね。ここで飛車回って、角引いてっていうのが、ああ、そうですね。5五歩は、まあ、将来的な、8九飛車、7九角、5六歩、4六角っていうのを消してますね。これでまあ、7九角から8六歩と。まあ、場合によっちゃ9七角も、全然ありそうですね。まあ、ここでただ9四歩突かれると、まあ、9七角は、あ、こっちか。これ上がれるかもな。どっちがいいんだ、これ。まあ、9七上がって8六8五で、こう、角を敵陣に直射しておくのが一番理想的なんですよね。もう5五歩で、まあ、5六歩、7九角、4六角と行く筋がないので、だったら端で使っちゃおうと。どっちがいいんだろうな。7九も全然形だしあるんですよね。まあ、7九角は5六歩同歩4六角と捌くような感じで、9七角は8六歩8五歩から、こうね、6五桂のような筋と連動して使っていこうという狙いになります。ちょっとまだね、だいぶ時間に差がついてしまったんで、少し早めにパッパパッパやっていきたいですね。あとはもう何でも8六、おー、これ同桂あるんじゃないかい？まあでも8六歩でいいか、シンプルに。同桂は多分取ってくれないんですよね。なんか、9四歩とか疲れといて、結構ね、嫌な思いしそうなんですよね。何やかんや桂が重くなりそう。だから8六歩同歩同角、8五歩の展開はあると思うんですけどね。で、8五歩に、9五角で決めに行けるかなと思います。こっちまだ離れ駒がないですからね。2八玉の形だと4九の銀離れてるんですけど、3八玉型で、ある意味囲いがもう、完成はしてないんですけどね。離れ駒がないという意味では半分完成しているので、この8九飛車、6七銀、7八金の陣形とは、美濃囲いより、まあ、4八銀型の方が、個人的にはちょっと相性いいのかな、なんて思ってますけどね。これほっとくと、5三角成同金、8四歩という、さばきがあるので、まあ、向こうとしてもちょっと、迂闊な手はさせないと、いう、感じになっていくと思います。そうですね。囲っときますか。7分。
まあ、1五歩位は取られてしまうんですけど、こちらでポイント取ってるので、まあ、多少はね、という感じですね。まあ、いきますか。ま、はい。これも向こうも読み筋みたいですね。どうなんだろう。7三歩成を、ああ、飛車なんだ。しかしこれ角引くとどうすんだろう。飛車成が相当受からないですよね、これ。これはもう、どこに逃げても飛車がもうほとんどタダで成れますからね。ただ一つ気をつけないといけないのが、ま、7二飛車だと思うんですけどね。7二飛車。あ、そっちか。これも大成功ですね。で、こう、一つ気をつけないといけないのが、竜がどっか行くと、こう、8五桂があるんですね。それだけはちょっとね、気をつけましょうと。という感じでございます。ですね。ごめんなさい、ちょっと郵便来たんで、すいません、少々お待ちください。すいません、申し訳ないです。ちょっと、炊飯器をね、炊飯器壊れたんで購入したんですけど、今来ちゃって、ちょっとね、ごめんなさい。あ、どうしよう。どうか。ごめんちょっと、一回頭離れちゃうと、金引いとくんだったかな、ちょっと。7八金で8五桂消して7二竜できるようにしとくべきだったか。そうですね。意外と粘られてんな、これ。5分。ちょっとね、膠着状態入っていきますけど。まあ、こちら竜作ってるので、そんなに慌てる必要ないですね。7五角、8四角と、一回竜引くか。あ、でも角出るか。いや。時間がやばいな。焦るな、これ。ここでまあ、8四角から角使っていこうと。8四角と出ると、そのラインの先に、5一の飛車がありますからね。もちろんすぐ、渋いな。でもこれ、桂打てるんじゃない？ふんどしの桂。ちょっとうっかりでしょうね、これは。おそらく。ありがとうございました。うん、ちょっとね。ただで竜作られた上に、ふんどしの桂かけられてはちょっとどうしようもないということで、投了になりました。まあ、ちょっとこっちまだ残り5分ぐらいだったんで、あれですね。時間攻めされてもちょっと嫌だったんですけど、さすがに、まあ、5分って結構長いですからね。さすがに5分あれば、あの局面からだったら負けないだろうというのは、まあ、ちょっとありますけどね。まあ、序盤、どうなんだろう。まあ、ちょっと、一つポイントとして挙げておきたいのは、この5五歩ですね。5五歩で、3一角から6四角のルートをちょっと消されているので、まあ、別に無理に、3一角5四歩同歩、6四角と捌く手は全然あり得るんですけどね。まあ、向こうも5六銀とかで圧力加えてくると思うので、まあ、だったら無理せず、こう、1三から使っちゃうと。一つで、これも、ぜひ、まあ、歩むスペシャル的な指し方に限らず、まあ、端から、その角使っていくのって結構、向かい飛車的な作戦であるので、ぜひね、やってみるといいかなと思います。で、一つ、あともう一つですね、まあ、この、本来、1三に角がいない形ですと、2五桂馬とね、捨てて、同飛車に2四歩と、まあ、そういう展開も全然あり得るんですけど、まあ、この場合は、2五桂に取ってくれなくて、例えば、1六歩と突かれて、ちょっと嫌な思いすると思います。2五桂1六歩に、2四歩と桂馬を支えようとすると、1五歩と角頭から攻められてしまうんですね。で、同歩同香に角逃げると1二歩という要領でやられてしまうので、ちょっとね。だから、2五桂はちょっと跳ねづらいというのを一つ覚えておいていただければなと思います。なのでまあ、端角の場合は、この2四歩から行くのが形ですね。で、2五歩は1五角で捌けるので、飛車引いてこられたんですけど、ここはもう、
向かい飛車側が一本取った形ということが言えると思いますね。ちなみに5七の銀がもし4八の形だったら、まあ、7九角成から飛車をす抜いて勝てるんですけどね。その筋がちょっとないので、うん。あと4五桂馬も、4六以外だと7九角成で一発で勝てるんですけど、4六銀と出られておいて、まあまだちょっと決まらない格好ということで、一回こう2五歩で緩めておきました。2五歩は結構、次5七角成同金2六歩とね、飛車先を突破する狙いがあるので、向こうも4六歩と受けてこられまして、まあ、これ4五ついちゃう手も全然あるんですけどね。むしろそっちだったかな。まあ、4五ついた方が勝ち味は早いんですけど、まあちょっと王様が安定性に欠けるということで、一回、もうね、作戦勝ちだろうということで、一回こう引き締めておきました。これで強い戦いに備えて、あとはもう攻めるだけですね。で7五歩同歩同角、3五歩同歩同角、3六歩、もう全然あるんですけど、まあ2六歩と強くついて、3五歩に2七歩成と角を犠牲にやっていく筋がありますね。まあ、おそらくそういう手を嫌ったんだと思いますね。2五桂。まあ、3五歩に対しては4七金と上がる手も全然有力で、うん。まあ、3六歩同金、3五歩、2五金と。ちょっとね、強引に金さばいちゃうような手もなくはないんですけどね。まあ、ちょっと、さすがに3六歩で勝てるか。ということで、まあ、2五桂一番綺麗な粘り方ですね。うん。ここ、どうなんだろう。4七金は2七歩あるし、ちょっと3七歩成が受けづらいんですけど、まあ、3八歩と誤ってしまう手もあったと思いますね。本譜、3八飛車に1三角と引いて、飛車成りが受からず、はっきり後手が優勢になりました。はい。ここはちょっと、指す手がよくわからなくて、なんか、ちょっとね、なんか、9四歩ちょっとありえないかなと、今考えるとちょっとひどいな、これ。なんかもうちょっと、マシな決め方がありそうですね。あ、やっぱりなんか、その類なんだ。ああ、その類なのね、やっぱり。そうか。うん、まあ、3二金9四歩と5二銀は、新時金みたいな手で、結局、こうなんか固めて、もう少し陣形が良くならないと、決めに行けませんよと言ってるわけですね。うん、そうですね。この展開はまあ、5二銀、4三金で、より硬くなって、しかも2五桂が消えているということで、より攻めやすくなってますね。あと、具体的にどうやって決めるのかっていうのは、まあ、2六桂とか、将来的に2六桂とかですかね。まあ、すぐやると3九飛車で、まだいまいち、決まってない気もするんですけど、まあ、8四桂も7七銀で、って感じですね。ちょっとまだ、そこまでね、具体的に決まる局面ではないんですけど。うん。まあ、ということで、ちょっとこう、9四歩、3二金。まあ、確かに3二金に比べたら、5二銀から4三金の方がよりスマートですね。そうか。で、3五角でちょっとプレッシャーかけて、まあ、2六角と出て、なんか、角を使っていこうみたいな構想なんですけどね。で、7七角が悪手で、6五桂と打って一気に終局となりました。一応ね、この後少し見ていきたいと思います。あれ？なんかさっきより差縮まってない？これ。なんで？いや、なんかもう必勝形だと思ってたんですけどね。500点しかないんだ。たった500点か。これたった500点って、マジか。普通になんか、1500点ぐらいの気持ちで、やってたんですけどね。そうですか。いや、粘れないと思うけどな、これ。まあ、でも、コンピューター相手にやったら、逆転負けしそうですけどね。2八歩もなんかすごい手だな。これなんだ、同竜と取らせて、何ですかね。4七桂とか打ちたいってことでしょうか。よくわかってないですけど。
闘竜の後に何があるのか。まあ、一応なんか、三段目にいるよりは、こうね、二段目壁になってる分、二段目に行ってくれた方がいいよ、ということなんでしょうけどね。まあ、二四竜と引いて、七四竜、七六銀と使っていく筋もあるし、闘竜と取る手もあるし、悩ましいところですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。まあ、ぜひ結構ね、なんか、縦石流に見せかけて歩むスペシャル的なやり方をするっていうのは結構有力なんで、ぜひ、試してみていただけるといいと思いますね。あと、打足なんですけど、これですね。縦石流に対する受け方として5八金ってちょっとダメなんで、必ず4級に残しておかないと、後々の飛車交換の時に困っちゃうんですね。なので、厳密に言うとこの先手の17手目の5八金、これ悪手でございます。なので、まあ、こっちとしては、まあ、アイムスペシャル的なやつにこだわらずに、なんかもうシンプルにね、縦石流、ちょっと飛車は引いてしまったんですけど、5八金が悪手ということで、もう一回こう縦石流に組み直すようなやり方も全然ありましたね。はい、ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。